はい、こんばんは、カズヒロです。今日のね、深夜の、2時ですかね、2時ぐらいに、アップルからの、新商品の発表がありましたよね。で、僕たまたま今日休みだったんで生でずっと見てたんですけど、まあ iPad 関係が、新しいのが出るのと、あとまあ Mac 関係も OS が新しいのが出たりとか、まあ MacBook 関係も新しく、まあ少しなったみたいですね。で、まあ僕は今回は多分何も買わないと思うんですけど、まあとりあえずまだ iPhone 5S すらまだ来てないので、まあ多分今年は iPhone 5S だけ買って、多分あとはもう何も買わないと思いますね。で、まあ僕がお話ししたいのは、まあそれは多分他の人もすると思うんで、僕は僕らしく脱獄関係の話をしたいと思います。で、あとあの iOS のバージョンですよね、もう 7.0.3 が、リリースされたみたいなんですけど、それに対しての脱獄の影響のことなんですけど、とりあえず 7.0.3 にしても脱獄には影響なさそうなんで、iPhone5S と iPhone5C の人は iOS 7.0.3 にアップしても大丈夫みたいですね。まあ僕は両方とも持ってないのでしようがないんですけど、まああとまだ 6.1.3 と 6.1.4 で、脱獄を待ってる人もいると思うんですけど、まあそちらの方はまあとりあえずそのバージョンで待機って感じですよね。なんでまあとりあえず iOS 7.0.3 は、問題がないので、アップしても大丈夫という話ですね。まあもう僕 iPhone5S 待って1ヶ月になるんですけど、まだ何も連絡がありませんね。ああもうなんかもう 5S 買わなくてもいいかなっていう感じにもちょっとなってきてるんですけど、でもあれですね、なんか、まあ特に iPhone5S のゴールドの話なんですけど、まあ11月の終わりぐらいになればもう多分予約なしでも買えるような一応、発表がありましたので、あと1ヶ月後ぐらいだとだいぶ品薄状態が解消されるみたいですね。でもただもう予約で待ってる人がもう多分すごいいっぱいいると思うんで、予約してない人はちょっと年内厳しいのかもしれないですけどね。まあそれはちょっと何とも言えないんですけど、でもですね、 iPhone5 去年の iPhone5 の時もなんだかんだ言って11月中旬ぐらいでやっと在庫が出てきたぐらいだったんで、まあまあ要は iPhone5 の時も2ヶ月ぐらいはダメだったんで、まあいつもとあんまり変わらない気もするんですけどね。まあグレーに関しては普通に電気屋さん行けばもう在庫あるんで、ただゴールドとシルバーがないっていうだけで、まあまあ我慢できない人はグレー買っちゃうっていうのも手ですけど、でも僕は絶対ゴールドを買います。まあちょっと雑談入ってちゃったんですけど、まあ今日は、iOS 7.0.3 にアップしても脱獄には影響ないという、お話が、僕の一番の言いたかったことです。ではまたねー。